はい、今日は憲法を朗読していって、まあ私の感想ですけどね、いろいろ話をねしていきたいと思います。憲法って何だろうってことで、憲法、日本国憲法、誰のために何のためにあるのっていうことでですね、まあ憲法は早い話、まあ日本の権力者をまあ統制するためのもの、権力者がまあ暴走しないように、まあ、釘を刺すみたいなイメージが私はありますけどね。で、まあ、もともと権力者を統制するためのものですっていうことですね。権力者の法律ですよね。で、まあ、刑法、民法、法律は我々に対しての法律、まあ、戒めるためというか、統制するためのルール、法律なんですよね。憲法って何だろう？憲法って誰のために、何のためにあるのっていうことで、憲法は国民の権利自由を守るために国がやってはいけないこと、ここがポイントですよね。国がやってはいけないこと、まあ政府とか大臣とか、まあ、各省庁とかね、国がやってはいけないこと、またはやるべきことについて国民が定めた決まり、最高法規です。最高法規ですから、まあ、憲法を変えるとなると相当な議論をしなきゃいけないということになります。例えば国民の表現の自由を守るため、憲法21条は表現の自由はこれを保障すると定めて、国に対し国民の表現活動を犯してはならないと縛りをかけているのです。これが基本的人権の保障です。基本的人権の尊重って習いますよね、小学校とか中学校でね。国民の表現の自由を守るため、これ言論の自由か、言論の自由、憲法21条、表現の自由はこれを保障する、うん、まあどうでしょうね、9割方は自由でしょうけど、やっぱり言論統制はしてると思いますけどね。このように国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障を図ることを立憲主義といい、憲法について最も基本的で大切な考え方です。立憲民主主義って言いますよね。立憲君主だったんですけど、立憲民主主義になりました。まあオフィシャルではね言ってますけどね、実際民主主義じゃないと思うんですけどね、この国は。立憲君主が第二次世界大戦まで、1945年までは天皇が元首ですから、立憲君主制だったんですけどね、立憲主義、立憲民主主義になったと、まあオフィシャルでは言ってるんですけど、まあ疑問が湧きますけどね。そして国民の権利自由を守るため、国に縛りをかけるという役割を持っている憲法が簡単に変えられて、その縛りが緩められてしまうようでは困りますから、通常立憲主義の国では憲法を変えるには普通の法律を変えるより厳しい手続きが必要とされています。まあ緊急事態条項とかね、いろんな法律をね書き換える、変えようとしてるけど、そう簡単には変わらないってことですよね。国会議員の中でも何回も選挙をしなきゃいけないし、法案を通してそれを決議するまでには何通りもの手段が、手続きが必要とされていますってことですよね。憲法は国民のために、国民の権利自由を国家権力から守るためにあるのです。国家権力から国民の権利、国民のまあ健康とか平和を守るためにあるのですって書いてありますよね。まあ今の状態ってどうなんですかね。これを守ってないんじゃないですか。日本政府とか大丈夫なんですかね。憲法と法律とは何が違うの？法律というと私たちが守らなくてはいけないもの、そして違反すると処罰されることもある、まあ、刑務所、拘置所とかね入ったりとか、罰金を払ったりとかね、処罰されることがあるもの。
という怖いイメージがあるかもしれません。憲法はそのような法律とは違って私たちの権利自由を守るためにあるのです。法律の多くは私たちを縛る。憲法は私たちの権利自由を守るために国を縛るっていうものです。権力者を統制する、権力者に釘を刺すっていうものです。法律と憲法とでは向いている方向が逆と考えると分かりやすいでしょう。だからこういうこと教えてないですよね、子供たちに。私も若い頃まではあまりよく分かってなかったですもんね。憲法についてちゃんと教えてないでしょ、学校は。文部科学省、教育委員会、小学校、中学校で憲法といったら、まあ、天皇は国の象徴ですっていうのとか、第9条で戦争を行ってはいけないとかね、非核三原則とかね、そういったことしか教えてないですよね。日本国憲法もまさに立憲主義に基づく憲法として、国家権力に縛りをかけることで人権を保障しています。すなわち13条で、すべての国民は個人として尊重されると個人の尊重を鮮明した上で、表現の自由21条や居住移転の自由22条など多くの権利自由を列挙して保障しているのです。立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言を参照してください。そしてこのような日本国憲法は、それが簡単に変えられてしまって人権保障が弱められることのないよう、96条で憲法の改正には各議員の総議員の3分の2以上の 66% 以上の賛成による国会の発議と国民投票が必要として厳しい要件を定めています、っていうふうにね、まあ、これは日本弁護士連合会に書いてありますね。日本国憲法の特徴は、日本国憲法は第二次世界大戦へ痛切な反省から徹底した恒久平和主義を採用しました。すなわち日本国憲法は全文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするとの決意を表明し、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認した上で、9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認を定めています。日本国憲法は個人の尊厳と恒久の平和を表現するという目標を掲げ、その実現のための不可欠な前提として平和的生存権を宣言し、具体的な方策として9条を定めたのです。平和的生存権及び日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言ですってことですよね。まあ、戦争で二度と悲惨なことにならないように、釘を刺すように日本国憲法が作られたって言われてるんですけど、まあ、GHQ とかね、やっぱりアメリカが戦勝国で日本が敗戦国で、アメリカにまあ占領されたんですけど、その時に書かれたものだって言われてるんですよね。それまでは大日本帝国時代は大日本帝国憲法で、まあ、ドイツのワイマール憲法とかね、そういったものを参考にして作られたって言われているんですよね。で、明治から昭和の初期まではね、まあ、軍国主義、富国強兵で軍国主義で大日本帝国憲法を定めて、日本人が、まあ、天皇を神としてね、崇めてやってきたわけですよね。だからそれをやめさせるために、まあ、アメリカの GHQ とかね、 CIA とかね、そういった機関が乗り込んできて、日本人を変えようとして日本国憲法が書かれて、それを和訳してるっていうふうには言われてるんですけど、まあ、結構いいことも書かれてるんですよね。で、日本国憲法、まあ、日本人が和訳してるんですけど、まあ、おそらくこれ私の個人的な見解なんですけど、
まあちゃんと考えて作ってるとは思うんですよね。文面によっては素晴らしい内容もあるので、私もまあ否定はしないんですよ。日本国憲法の内容を見てね、全てはね。だけどおかしい部分もあるんで、その辺をちょっとね読み上げていきながらやっていこうと思います。日本国憲法って103条あるって知ってました？日本国憲法はこれ衆議院のホームページで見てますけど、全文があって、で第1章から第11章まであるみたいですね。知ってました？103条あるんですよ。なのでまあ除夜の鐘が108つですか、108条にすればね洒落てるなって思いますけどね。103条あるんですよ、これ知ってました？で、だいたい小学校中学校で社会の時間で習うのは、第1章天皇は象徴であるっていうのと、第2章の第9条の戦争の放棄ですよね。これしか教えてないですよね。だからこれ日本国憲法って日本人である以上大事なものじゃないですか。これをなんで教えないんですかね。小学校とか中学校とか先生に教えてもらいました？これ全部読み上げなきゃいけないんじゃないですか、本当は。まあ難しい内容というか、言葉遣いがね80年前だからちょっと古い古臭い感じもするんですけど、これを教えてないですよね。あと税金とかね、日本の学校教育っておかしいですよね。なんか余計なことばっかり詰め込みで教えて、まあ受験戦争だからしょうがないじゃないかっていう人もいるんですけど、いや、その受験戦争の受験制度システムを変えていかなきゃいけないんじゃないですかっていうね。60年代ぐらいから受験戦争、受験制度がどん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 加速していってますもんね。なんかいい大学に出ていい会社に就職すればいいみたいなね、安易な考え方というか、その中で受験システムがあって、で子供たちは5教科国語算数理科社会とか英語をね丸暗記させられて、詰め込み教育、そういうなんかくだらないことに時間を使うんだったら、日本国憲法とか、あと税金とかね、子供たちが大人になって社会に出て直接接して困ってしまうようなことを教えなきゃいけないんじゃないんですか。税金とか日本国憲法とか教えなきゃいけないんじゃないんですか。日本国民として大事なことをね教えなきゃいけないんじゃないんですか。天皇とは一体何なんですかっていうことも教えなきゃいけないんじゃないんですか。まあこれ賛否両論とかね、いろんな意見あると思いますよ。もちろん GHQ がね日本人を自分たちの望むような思想を持った国に変えたいから憲法を触ったりとか、まあ 3S 政策とかね、教科書を書き換えたとかね、墨で黒く塗って戦前のような、つまり1940年代以前の日本人の教えが都合が悪いから、自分たちに都合の良い国民性とか国を作らせるために書き換えたっていうことは聞いてますけど、まあそれをまあ抜きにしたとしても、日本人としてやっぱり教えなきゃいけないんじゃないんですか。で、まあ文部省がそれをね GHQ が書き換えた、こうやってくれああやってくれっていうね、まあ日米合同委員会とか日米地位協定というルールがあるんですけど、それにまあ日本国として従ってやってるとは思うんですけどね。まあそういう意見があるからね、まあ言っときますけど、ですけどやっぱり日本人である以上やっぱり憲法はちゃんと教えなきゃいけないんじゃないんですか。まあこれが全て私も正しいとは思いませんけど、第1章から第11章まである程度のことは教えなきゃいけないんじゃないんですか。これほとんど教えてないでしょ。私もわからなかったですもんね、若い頃まではね。後で大人になってから余裕が出てきたところで、日本国憲法ってどういうものなんだろうと思って本とかねネットで調べた覚えはありますけどね。まあ改めてちょっとね見ていきたいと思います。まあ内容がねこれかなり読み上げると時間かかるんでね、まあ、ポイントだけちょっと押さえて読んでいこうかなと思いますね。まあ、当時の総理大臣、外務大臣兼内閣総理大臣、
吉田茂。第一章が天皇、第一条から第八条、一番最初に来るんですよね、天皇。第二章、戦争の放棄。第三章、国民の権利及び義務。まあこれも大事ですよね。我々の人権、基本的人権をちゃんと尊重してくれるか。第三章。第四章は国会。第五章、内閣。第六章、司法。司法、内閣、行政。三権分立ですよね。これ分立してるんですかね。第七章、財政。まあお金、経済、大事ですよね。第八章、地方自治。第九章、改正。第十章、最高法規。第十一章、補足。第百条から第百三条までありますね。日本国憲法と税金は教えなきゃいけないと思いますけどね。税金って直接税と間接税とかね、そういうの教えないんですよね。まあこれだけのものがあるっていうね。まあ NHK も似てますよね。日本の作られ方というか、 NHK って受信料がいくらだとかそういうのが大事じゃないですか。 NHK っていう、まあ、放送局、まあ、公共放送、まあ、昔は国営放送 でそういうものと、あとどういう位置づけでまず作られたのかとか、あと受信料の話とかをちゃんとコマーシャルでやらなきゃいけないんですよね。子供の時知ってましたか？これ大人で教えてくれる人とか学校の先生とか周りの人とか教えてもらえないでしょ。で、実家から独り立ちして出て社会に出て、あるいは大学とか専門学校で一人暮らしをして NHK の集金人が来て初めて分かることでしょ。あ、これ月いくら払わなきゃいけないんだなとか、衛星放送、CS 放送見てたらいくら払わなきゃいけないんだなとか、後で教えるでしょ、後で言ってくるでしょ。しかもこれ義務だからお金を払ってくださいってお金を請求してくるでしょ。だからそれがおかしいでしょ。子どもの段階で教えろよっていう話ですよね。小学校の、まあその授業で教えろよとは言いませんけど、せめて学校の先生とか、あと周りの大人とかね、あとNHK のその放送自体がコマーシャルで言わなきゃいけないんじゃないんですか。月々いくら払います、払ってください、受信設備はこれこれこうで、こういうものがあれば払う義務が発生します、なのでお金を払ってくださいって言わなきゃいけないんじゃないんですか。それ大事なことをなんで言わないんですか。都合が悪いからですか。都合が悪いから言わないんですか。それはおかしいでしょう。都合がいい悪い関係なく、大事なことを国民のためを思っているのであれば国民にちゃんと教えなきゃいけないんじゃないんですか。税金のこととかね、株式投資とか不動産のこととかもね、やっぱりちょっとは教えなきゃいけないんじゃないんですか。大人になって日本人が困るようなことを伏せたらダメなんじゃないんですか。ちゃんと教えなきゃいけないんじゃないんですか、その辺は、っていうふうに思いますけどね。この国はなんかおかしいなと思いますけどね。大事なことを教えないんですよね。大事なことを教えない、どうでもいいことを教えても時間の無駄ですからね。で、大人になって分かることを子供のうちから教えなきゃいけないんじゃないんですかね。ということでちょっと長くなりましたね。全文をちょっと読んでいきましょうか。ポイントだけ。日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす邸宅を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、まあ平和宣言ですね。戦争の惨禍、ここに主権が国民に
存ずることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。長いね、なんか文章が。まあいいことが書いてあると思うんですけどね。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。まあ第一章が天皇ですからね、天皇とは何ぞやってことを教えてないですよね、小学校とか中学校でね。天皇はまあ人間宣言を太平洋戦争で敗戦した直後に唱えて、国の象徴になったんですよね、天皇ね。それまでは天皇陛下は、まあ、神としてね、崇められてたわけですよね。天皇万歳っていうね、まあ王国ですよね、日本王国だったんですよね。まあタイとかオランダとかね、イギリスもそうかな、まあ王朝ですよね、王様がいるわけですよね。なんか王様が国を治めているっていう、君主ですよね、王国だったんですよね。それが象徴になったんですよね、日本国の象徴であり、2680年続いてるんですよね、日本は。神武天皇という人が国を建国したんでしょ。だからそういうこと教えてないですもんね。まあもちろんアメリカがそういう政策をしたのだとは思うんですけど、教えないんですよね。天皇とは何ぞや、日本の歴史とか教えてないんですよね。まあ私は2680年っていうのは、まあ疑問視はしてますけどね、そんな2000年以上の前のことなんかわからない、誰にもわからないと思うんですよね。昔ビデオがあったわけじゃないし、写真も動画も何もないでしょう。書物もないし、文字はあったって言われてますけどね、カタカムナ文字とかね、いろんな文字は日本人が最古の文字を持っていたっていう説もあるんですけど、文字はあるんだけど、まあ岩に刻まれてるだけで、なかなか解読難しいですよね。だからこれ誰にも分かんないと思いますよ、2000年以上のことは誰にも分かんないと思いますよ。だから私は鵜呑みにはしないですけど、まあそういった言い伝えられがあって、まあ日本っていう国が2600年以上前から続いてますよっていうことを教えないといけないんじゃないんですか、日本人なのに。なんで教えないんですかね。天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存ずる日本国民の総意に基づく。総意って100% じゃないと思うんですけどね。やっぱ天皇制に疑問を持ってる人とかね、反対してる人が何割か何パーセントかいると思うんですけどね。皇位の世襲、第2条、皇位は世襲のものであって、まあ、代々受け継がれているものであって、国会の決議した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。内閣の助言と承認及び責任。第3条、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。天皇の機能と権能行使の委任。まあ、内閣総理大臣が最後法案を決議して決議して天皇に何か書類を持って行って、天皇がサインをするんですよね。だから多少権力はまだあると思うんですけどね。第4条、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない。2番、天皇は法律の定めるところによりその国事に関する行為を委任することができる。第6条、天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するってことですよね。だから権力を持ってるってことですよね。任命するってすごい偉い人ってことですもんね。
2、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。天皇の国事行為、象徴じゃなくて、まあ、権力を持ってると思うんですけどね。なんで任命するっていう権限を何で持ってるんですかって、偉いから権力を持ってるじゃないですかっていうね。まあ、天皇自体が国民とやっぱり差別されてると思うんですけどね。我々も差別されてるし、天皇も差別されてると思うんですよね。天皇って言ってもあの人たちは、まあ、人間じゃないですか。で、日本国籍がなんかないとかね、名字がないとか言われてるんですけど、戸籍にないんですよね。だからあの人たちって何人なんですかっていうことなんですよ。なので、まあ、あの人たち自体が残念ながら差別されてるんですよ。で、私たちも差別されてるんですよね。で、生まれながらにして偉いっていうことは、やっぱり君主制に限りなく近いと思うんですよね。まあ、そこを考えなきゃいけないんじゃないんですか。やっぱ象徴って曖昧な、シンボル、シンボリック、象徴っていう曖昧な位置につかさせて、まあ、要は人間だから、まあ、皇室が、まあ、どうなんでしょうね。皇室を継承するって声もあるんですけど、まあ、すぐにはなくなりはしないと思うんですけど、反対の声が多いからね。ですけど、やっぱり、まあ、この時代になって、人間宣言をしているのであれば、税金を徴収せずに、自らが市民となって、生きていくしかないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、つまり貴族を解体した時と同じようにね、やっぱり皇室とか世界中の王室っていうものを解体していかないと、やっぱり不都合なことが起きたりとか、戦争が起きたりとか、まあ、大虐殺とかね、まあ、要は天皇とか王族って人民の大虐殺を繰り返してきたんですよね。なので、こういった権威は剥奪した方が私はいいと思いますけどね。まあ、賛否両論あると思いますけど。第7条、天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う。1、憲法改正、法律、政令及び条例を公布すること。2. 国会を召集すること。 3. 衆議院を解散すること。 4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官士の任免並びに全権委任状及び大使及び国司の信任状を認証すること。 9. 外国の大使及び公使を切除すること。10、儀式を行うこと。財産授与の制限。まあ、天皇の義務とか仕事責務の、まあ、内容を詳細を、まあ、記しているものだとは思うんですけど、天皇陛下の仕事、あと宮内庁と皇室の人たちの公務も、まあ、あるはずなんですよね。それは宮内庁のホームページで調べれば出てくると思うんですけど、彼らは日々何をやってんですかっていうのは我々分かりませんよね。見えにくいですよね。まあ、年に何回か登場して、あるいは、まあ、各地方に行って何か大きなイベントごとがあればね、各地方に顔を出したりしますけどね。皇室の人たちで何してるんですかね。全然見えないですもんね。まあ、あんまり興味はないんですけど、私自身は。だけど天皇陛下とかその周りにいる人たちが何をしてるのかは知りたいですよね。どういう勉強をして、どういう研究をしてるんですかとかね。で、諸外国との外交で、まあ、公務はされてるとは思うんですけどね。まあ、なかなか見えないですよね。彼らが何を思って
何をやってるかはなかなか見えないですよね。まあ外国の大使っていう意味ではね、機能してるのかもしれないですけどね。まあ親日家もいるし、その辺のまあどういう公務の内容が不明確ですよね。天皇とは一体何なのかっていうのがね、なかなか伝わりにくい。我々の国のトップの人なんだけどわからないんですよね。見えない。本当であの人は日本人なのかっていうね、疑問視もありますけどね。第8条、皇室に財産を譲り渡し、または皇室が財産を譲り受け、もしくは死をすることは国会の議決に基づかなければならない。まあ王室っていうのはやっぱり権威主義の象徴ですからね。これ賛否両論はあると思うんですけど、まあ人間としてやっぱり差別をするっていうことがまあ良くないんじゃないかなと思うんですけどね。差別されてる。死よっていう言葉自体も差別ですからね。目下の者に与えるっていうことですから。あと勲章を与えるでしょ、いろんな方面の人たちに。あれも差別の一種だと思いますけどね。何々賞を与える、授与する。王様が家来とか目下の人民にまあその労をねぎらうっていう意味もあると思うんですけど、表彰するっていうね、権威を与えるっていうのもまあどうかな、古臭いな。なんかイソップ童話とかグリム童話とかね、アンデルセンの童話に出てきそうなねノリですよね。なんか王様が人民とか家来に賞を与えるとかね、なんか古臭いんですよね。やっぱり古代中世のヨーロッパのようなね感じで、なんか僕はあんまり好きじゃないですね。なんかうさんくさいなと思いますけどね。王様、裸の王様、王様が裸でも人民はあおかしいって言っちゃいけないんですもんね。警察とか公安の人に取り押さえられますからね。天皇陛下のパレードの時にね、大声でね、まあ反対するようなね意見を言う人はね、言論の自由だから本当は何を言ってもいいんですけどね、やっぱり取り押さえられたりとか聞いたことありますけどね。王様は裸だって言えない。まあ王様ですもんね、天皇。この字がなんかよく、天ってあれですよね、空上ですもんね、神様とかそういう意味ですもんね。天皇、王ですからね。王様、一番位の高い、雲の上ですもんね。雲の上の天、高く天ですもんね。天体の天、天気の天ですよね。一番上ってことですよね。天皇、王様、一番偉い、上にいる、君臨している王様、君主、エンペラーですね。まあ外国から天皇をエンペラーと呼ぶんですよね。まあ王様ですよね、天皇。右側の人とかね、左側の人とか、右側の人になんか言われそうですけどね、あんまり言うとね。まあ古いと思いますね。なんか時代遅れというか古臭い。本当で2680年続いてきたんでしょうかね。怪しいと思いますよ。遺伝子を調べたらわかるとは思うんですけど、2680年前の神武天皇の遺伝子がないでしょ、おそらく。もしあったとしたら、調べたらすぐわかりますよね。今の天皇とか明治天皇とか大正天皇の遺伝子が今もあればね、調べたらすぐわかりますよね。男系、Y 染色体でしたっけ。 Y 染色体、男系でずっと続いてきてるっていう証拠がないのに、これを信じていいんですかね。2680年ずっと続いてきたっ
て、これを簡単に信じる方がおかしいと思うんですけどね。まあ本当でそうだったとしてもね、もしこれが本当だったとしても、だって2680年前の証拠が取れないじゃないですか。もう伝説、言い伝えられですよね、言い伝えですよね、昔話みたいな感じですよね。これを信じていいんですかね。まあイエス・キリストとかブッダとかでもそうなんですけど、本当でその人が実在していたかどうかすら僕は怪しいと思うんですけどね。なので検証できないじゃないですか。遺伝子とか当時の写真とかないじゃないですか。書物すらないですからね。まあブッダとかイエス・キリストとかは書物はあるのかな、文字としては残ってるのかもしれないですけど、その後の後継者たちがやっぱり私利私欲とか権力とかね、権力者にねじ曲げられたりとかね、いろいろしてるみたいなんですけど、その宗教というまあ一つの道具としてね作られてると思うんですけど、あるいは捏造してると思うんですけど、あるいは本当でイエス・キリストとか神武天皇とかブッダがいたとして、まあシンプルに世の中とか人々を幸せにしたいために思想を自分で起こしてそれを伝えてただけだとしたら、やっぱり宗教団体とかね、やっぱり利権とかやっぱり権力とかをね争うためにね、いろいろ書き換えられたんじゃないかと思うんですよね。だからこれを簡単に信じていいんですかっていう話なんですよね。ということで、まあ天皇とは何かをね、ちゃんと日本人、まあ曖昧ですよね。象徴という言葉も曖昧だし、で権力をいくつかやっぱり握ってるじゃないっていうのと、やっぱり税金が数千億支払われてるわけですよ、皇室に対して。まあ宮内庁と皇室に対して、だからそれ自体が権力なんじゃないんですかっていうことと、無条件に偉い、何か実績を残した人じゃない人を権威を与えていいんですかとかね、人は生まれながらに称号を与えていいんですか、おかしいんじゃないんですか、宇宙人なんですか、地球人、人間であれば私たちと同じようなことにしなきゃいけないんじゃないですかとかね、その辺を議論させなきゃいけないんじゃないんですか、子供たちにもそういった教育をしなきゃいけないんじゃないんですか。曖昧、天皇っていう位置づけとか概念、考え方が曖昧だから日本っていう国も曖昧なんじゃないですか。逆に言ったら日本っていう曖昧な国、私は曖昧な国だと思ってるんですけど、この曖昧さを際立たせたもの、つまり日本という曖昧な国のトップである天皇というものが曖昧なんじゃないですかっていうことを私は言いたいんですよ。曖昧なことをしている国民だから、曖昧な政府、曖昧な政治家、曖昧な国家機関、曖昧な天皇なんじゃないですかって私は言いたいですね。ちょっと長くなりますねこれ。で、第2章、戦争の放棄。第2章は短いですね。第9章しかないですね。戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認。第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないっていうことですね。まあ太平洋戦争、大東亜戦争、第二次世界大戦、いろいろ表現はあるんですけど、この悲惨な戦争を二度と起こさないようにっていうね、戦争の放棄っていうのはまあいいと思うんですけど、まあこれをなので変えようとする勢力もいるし、今の自民党はやっぱり緊急事態条項で緊急事態が起きた場合
政府、総理大臣の独断で法律を定めることができるとか、独断でいろんなことができると、その中の一つが戦争を行う武力の行使ができるっていうようなね、憲法に変えていこうとしている人たちもいるってことですよね。だから戦争を賛成する人っていないと思うんですよ。ですけど他国が攻めてきた時に無防備だったら占領されますよね。なので武器を持って、例えば核抑止力とかね、武器を持って戦う準備をしてなきゃいけないんじゃないですかとかね、徴兵制とか兵役の義務を復活させた方がいいんじゃないですかっていう人もいますけどね。国際紛争、まあ今も起きてますよね実際。だけど戦争っていうのはどういうものかっていうね、代理戦争とかね、計画的な、まあ、イベントとかね、政治的なイベントっていう考え方もあるし、戦争そのものがね、姿形をまあ変えていくのでね、まあ、経済制裁とかね、宗教とか思想とかね、いろんなものでその国を弱体化させることも、まあ、できるし、でき得るし、そういうもので戦争というものにこだわらなくても、いろんなことで、まあ、医療とか食料とかね、いろんなことで相手の国をね、まあ、兵糧攻めって昔からあるんですけどね、そういったものでね、経済封鎖をするとか、いろいろ手段はあるんですよね。なのでミサイルとかね、爆弾だけじゃない世の中になってるので、今インターネットあるんでね、いろんな、まあ、ハックしたりとかね、情報を盗んだり盗まれたりね、いろんなことができるので、まあ一言で戦争といってもね、いろんなパターンがありますよってことですね。だからまあ古臭くなっていくんですよね、時代が変わっていくとね。なのでまあ戦争、まあ武器を持つとかね、兵力を増強するとかね、賛否両論あると思うんですけど、まあもちろん世界中が平和になったら武器を持つ必要はないんですよね。世界中が軍を持っているから自分たちも備えなきゃいけないっていうことになるんですよね。まあいろいろ軍需産業とか、まあそれでご飯を食べてる人たちとかいますからね、それでいろんな情報を流したりするので混乱して煽られてね、軍事費を上げるとかね、武器をアメリカから中古のね武器を高くで売りつけられたりとかね、そういうのもまあ噂は聞いたことありますけどね。だからまあ戦争の放棄、これはまあ間違ってはいないと思うんですけどね、これ GHQ が書かしたのかどうかっていうのがありますよね。日本を二度と戦争させない国、まあ日本ってなんかその思想的にやばい、欧米人から見たら日本人ってちょっとやばい国、天皇神として特攻隊とかね、いろんなことを考えてやってくる、自分たちの想定している以上のことをやってくる恐ろしい国民っていうか、国民性があって精神性があるから、怖いからこの第9条を書いたんじゃないかとも思いますけどね。まあ内容としてはまあ素晴らしい内容とは思いますけどね。まああと100年200年ぐらい経ってやっと世界中が武器を持たない世の中になるかもしれないですけどね。だから逆に素晴らしい内容なのかもしれないけど、まあ何とも言えないですね、今のこの状況だとね。ちょっと長くなってきたので一旦ここで区切りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。